マリナ、大丈夫か？私は平気。たっくん、復帰したばかりなのに。1年も病院暮らしだったんだ。それに比べればこのくらい。貴様、こんなところで。たっくん、私が敵を引きつける。あなたは九時方向から回り込んで丘に向かって。マリナ、何言ってるんだ。それじゃお前は。冷静な判断の結果よ。この機体では邪魔になる。二人とも撃墜されるより一人でも生きて戻った方がいい。バカ言うな。二人で帰るんだ。冷静な判断などしたことか。分かった。あなた信じる。安心する。急いだ方がいい。僕もご一緒します。やってみる。ドレイクの戦艦、オーラバリアを張っているわ。ハクター、ロッカー、相手が誰であろうか全力を尽くしなきゃ。ロッカー、発射準備。ロッカー、地方発射します。戦時制御で最大5万。オーラの力が弱くなった。チャンスだ。
んだ。本艦は敵の攻撃を受けています。ママ、この任務が終わったら会いに来る。待ってくれよ。さっきから黙って聞いてや。ママ、ママ、ママと。お前は他に言うことがないのかよ。なんだよ。お前はママに会いたくなることはないぞ。あんな身勝手な女、死ぬか。素直じゃねえな。なんだと？おいおい、ほんのジョークだぞ。そう、向きになんなら。アイテムは？こんなとこで仲間割りしちゃつまんねえ。アイテムは？ご命令でなければ貴様らなどと。行くぞ。あいつはどんどん。ママさんはいるか。レンジ、危険が来たんだ。手強い相手です。気をつけて。覚悟の意味がこれまでとは違うということか。命令は聞く。なんせドレイク様の同盟者だからな。クラサ、なぜドレイクに返せ。よし、追い払ったぞ。それではグラビティブラスト行きます。ドーンと決めちゃってください。敵弾発射。え、重力制御で作り出したマイクロブラックホール、これまた重力制御で加速して撃つ。そんなこと聞いてる場合じゃないってば。総員、衝撃に備えろ。